小山秀綱は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、戦国大名、小山氏十八代当主、芸国義恩上主、享禄二年、小山田川佐の長男として誕生。当初は父、校長の一児を取って氏友、後に死衆と名乗る。双方の死の字はそれまでの慣例に習い、小学坊、足利氏より返記を受けたものと思われる。 秀ではその後に名乗った。A63 年頃に家督を継ぐ。この頃の関東は、小学坊、足利春氏の着難、富士氏を要し、上杉の利政より、関東官僚を受け継いだ、上杉謙信と、富士氏の伊母帝、足利義氏を要する、北条氏康の二大勢力の狭間にあった。A64 年、小田原城の戦いでは秀では謙信に組し後、 北条氏の小田原城攻撃に参加するが、A66 年には北条氏に内応。翌 A67 年に巨城、祇園城を謙信に攻められて降伏。さらにその翌年には、再度北条氏に通じるなど、小山氏の存続のために両陣営をたびたび移り変わった。このため、早くから北条氏側についていた弟、結城春友とたびたび争っていたという。天正三年。 巨城の祇園城を、北条宇治テルに攻められたが、牢城して、これをしのいでいる。この時すでに、北条氏から離反していた、春友や、近隣の宇都宮広綱、佐竹義重の協力で、北条宇治政に和議を申し入れたが断固として、聞き入れられなかった。翌天正四年に再び攻め込まれると、祇園城を開城し、弱子、伊勢千代丸と共に、 佐竹義重の元へ身を寄せた。その後、祇園城は、北条氏の直轄領として、北関東攻略の拠点となっている。その後、佐竹義重の協力で、祇園城奪還を試みるものの、天正九年には、弱死、聖主が戦死してしまうなど、思うようには進まなかった。天正十年五月十八日になると、織田信長の総武事例により、信長の家臣である。 滝川一正の仲介のもと、北条をうじてるから、祇園城を返還される。しかし、この和睦には、北条氏への帰属が条件として含まれており、北条氏の家臣が小山に滞在するなど、以前のような権力を持つことはできなかった。そのため、天正18年の豊臣秀吉による、小田原征伐では、北条方として参人せざるを得ず、豊臣秀吉によって改役された。 旧小山氏料は弟、春友に与えられ、秀綱は春友を頼ることとなり、所長し、秀弘は、結城氏の重臣に迎えられた。しかし、慶長5年の関ヶ原の戦い直後に、秀弘が病死したため、秀綱は、結城氏の福井範囲法には従わずに引退した。慶長8年に病死したという。これにより、戦国大名としての小山氏は滅亡した。家督は、 秀博の子、秀恒は継いだ。聖母は、北条氏康の妹妹、小山氏。ありがとうございます。